さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。2の君に2、今日もやりましょうか。さあ久々にローラーので行こうと思います。で前回さ、なんか1円でいっぱい武器買えたじゃん。あれってさ、なんかあのダウンロードコンテンツとか追加コンテンツみたいなあれらしいよね。失礼しました、安く売ってくれると思ったんですけど。さて、お足場が壊れてる。どうしよう、ここを登らないと。さあ主人公ローランで今回お送りします。ほう、こっちつい。なにお前、なにふにゃ直せる。もこぽっこっちは、こっちだよって。え、なんか慌ててるな。行ってみよう。さあふにゃについていこうか。どうしたふにゃ、なんかこっちあんのか。おらーってね、どりゃーってね、ずいやーってね。ローランの方が剣術うまいんだよね。で、エヴァンと二人で使い分けてみた感じ。隙が少ないって言ったらいいのかな。何かあるのここ。あ、ホニャだ。どうした？どうしたおめえ。おう。なんかアイテム？ふにゃー。風のふにゃ。リーダーのふにゃだよね、これって。なるほど、助けたかったか、こいつを。あまりハマって出られなかったんだね。何やってんの、ジャカジャカジャン、ジャカジャカジャン。いや、ダメダメ。ネタが古すぎる。ヒューねえ、ヒヤフーイ。どうした、ブオにくれるの。何これ、ありふれた枝、いらねえ。ただの枝じゃねえか。何もらったんだ、枝だね。そうか、枝か。こっちこっち、何かまだあるって。風おこおこだよ。うー、なになになに、風起こしの号令を覚えた。おい、なにこれ、魔法だ。うまくいないけど、この子が僕に新しい魔法を教えてくれたのかな。やったじゃん、こいつ使えるの。ふーにゃふーにゃー。え、この草に使えって。よし、やってみようか。これで上飛べるのかな、多分。ふにゃ、さあ風のふにゃが集まってきて、うわお、上に行けるんだ、これで。飛びー、うわー、ふにゃってこんなことできんだ。ほう、風を操るふにゃか。利用できるか、これで上行けんのかな。さあ、リーフブックに新しく投稿された。これからどうしよう、クーデターで大変な目にあったけど、国へ逃げ出すことに成功したんだ。困ったな、迷ったよ。誰か雇ってくれないかなーって。ね、ウィローの写真です。絶景かな。お、ナッツ団子もいとましい。ふらふら放浪してる間に我が故郷ゴロネールで大変なことが起きたらしい。ねえ。なるほどな。まあ、なんかいろいろありますよってことですね。よし、帰るか。さあ、こんなもんかな。行くよ。飛んでっけー。うわ、飛ぶね、これ結構。あ、宝箱ある。ラッキー。お、風守りつむじ風シューズだって。長いな。タイトルが。新しい靴よーってことで。装備するか、ローラー。あれ、ちょっと臭い靴もある。ねえ、臭い靴履いていいよ、エヴァ。臭いけどね。ごめんね。あ、真剣のやつ。近接攻撃力アップ。ネックレスもあった、新しいの。体力アップ。いいね、みんななんか装備が。だいぶ充実してきた。新しい魔法とかはまだ覚えてないです。行きましょうか、ロラウン。ねえ、今なんかこの上なかった、今。おい、なんもないか。よし、じゃあこれで行ける範囲が広がりましたね。なんかあの風起こしのあれで使っていけるところ、どんどん探して進んでいきましょうか。ジャンプ。あ、ここもこれで先行けるんやな。でも、それ以前にもあったよね、なんかいっぱい。ね。最初戻ったとことか、こことかもそうだよね。風起こし。ローラーも使える。行くぜ。ウェーイ、これ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 。カリトナッツ。ね、こんな感じやな。で、最初のとこもあったよね。ちょっと取りに戻るか、一回。始めるぞ。あ、始まったバトルが。よし。取れー、いいぞー。
さあレベルアップおめでとう。なんかマヒってない敵、おい敵がどこおるかわからん。ほら来とめふや行ってこい。でもなんか俺強くなりすぎてる感ある。なんか今敵が弱い相当。さあビクトリー風よくし。なんか相当楽に勝ててるよね戦闘が。楽だ、ありがとう。ウェーイ滑ったよし、はい、オッケー。この奥宝箱あったよね確か。あの反対側から見えたじゃん宝箱が。なんかおるで敵、倒しとくか。うれぇ待て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 、ふぅ食らえ十文字切り。痛い痛い、ふざけんなお前。セーブ。さあレベル7まで増えました、やったぜ。あったあった宝箱、そう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 、見えてたんだよね、なんか奥から。宝箱ありがとうございます、ゲッチュー。何これ、お金とか300円、ありがとうございます。俺全然お金ないからな今。あの商人とこいた時で500円だったっけ。今1000円ぐらいあるのかな多分。で宝箱あった、ここにもいただきましょう。こういうの取り逃したら後から後悔するからね、多分帰ってこないから。さあ新しい武器、毒塗りカットラスだって。え、そんな悪そうな武器使っていいのかな。ねえ、あいつ毒の剣を使ってやがるってならない。さあ火のブロンソード、毒か、毒塗りカットラスあんま強くないね。やっぱダウンロードコンテンツの剣が強いから、このままでいこうと思います。よし、ではでは、ちょっとまだ戻ったところにあったよね、最初のところ、ムービーあったところ、あそこまで戻ります。あ、ここや、ここ。風起こし、帰るぞ。いいやっふー、イエーイ、風が起こったぜ。ちょっと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 、敵が強すぎる。ここは来ちゃいけないところだ。油断するなよ。待って待って待って、それダメ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 、絶対死ぬ絶対死ぬ絶対死ぬ。振り切った。あぶねえ、エスケープ。あかんわ、また今度な。ここはさて、さっきのところまで帰ってまいりました。ここかな、よし。さっきのセーブポイントあったとこだね、クニャ助けたところの近くです。こっちが正規ルート、ほーへー、進んでいきましょうか。準備はいいか。おお、いきなりバトル始まった。よし、風速の気配はない、よかった。空賊おらんでったら楽や、これは。ラクーゾクってやつ。え、ラクーゾク。ほら、またがわれ、くらえ、まだいるぞ。よし、戦闘はもう特に苦労することないかな今のところはね。しっかり探索してるからレベルもぼちぼち高いしね、なんら苦労することなくいけそう。だからレベル上げすぎたら簡単になっちゃうから、上げすぎないようにしなきゃいけないね。だってなるべく俺は程よい難易度を望むぞ。ゲームってそうだよね、チョレーワーって俺杖するよりもギリギリの戦いを俺はいつでもやりたいと思う。戦いましょう。いや敵が多くねさっきから思ってたけど痛い。十文字切り、くらえ、バン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 。いや遠距離から撃って倒すの楽しいこれねえ。よし、なんか後でまとめてね、装備とかを確認しようと思いますね。意外と戦闘前に新しく武器とかゲットできてるんですけど、そんなにね、あの使えるものも今ないと思いますので、いっちゃいましょうか。もう今フル装備ですね大体。さあ怖いなこの辺、なんだこれ、また敵か。無視していいかなあれは。よし。まあ、なんか固まって敵がいるから戦わなきゃいけないって感じでは、ねえ、なさそうだしな、あそこも。素材とかあるだけだし、多分。よし。素材も大体、このマップ歩いてみて。ね。うん。あまり種類がなさそうですもんね。よし。大体同じものが多い。うん。たまにお金ってやつ。うわ、これ。ジャンプ!うお、やりますね。うわ、冷たい。あ、落ちたぞ、今、一人。戦闘なって、あ無限に落ちてるじゃん。大丈夫かよ。
宝箱ある。でもここ取るわ。これは宝箱は欲しいです私。なにこれ、すっきりアップルティーだって。俺紅茶苦手なんだよ。全国の紅茶党の皆様すいませんね。なんか謝る必要ないないわけですけど、なんかね、紅茶とコーヒー派って言われたら、俺の周りは紅茶派が多いからな。紅茶飲めねえからな俺ほんと。で、辛いやつだわ。さて、また敵かな。バトルやっぱ多いな、こうなってくると。でもバトルがね面白いからすごいいいよねこれは。よし、でっかいやつ、でっかいやつね撃った方がいいんじゃね。で、わーお、何その攻撃。どうしようかなーって、周りの敵からやっつけるから先に。おさ、大砲撃ってる。十文字ギリー、かてえこいつ。ちょ、避けて、しっかり避けていかなかった攻撃。ほら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 、回転しても関係で強攻撃連打。よし、うぜえそれ。最後撃ってやっつけよう。あー、お前当たんねえじゃねえか、しゃがんでたら。今のふざけんなよってなったね。あいつこけてたら銃全部避けたぞあいつ。おもろいことすんなあいつ。渦巻きリンゴだって、美味しそう。泣ける玉ねぎね。さてと、まだ雑魚か。うん、まあでもあんま強くない敵がいっぱいって感じかな、この辺りは。十文字一気に。レベル上がんの早え。さあビクトリー、今のさまとめて十文字切りって気持ちよくね。うわ今のおふうおふようってやったほんま。さあ行きますよ奥へ。さあここはやばくやんの。一段の足場が狭い。おち、落ちたら死んじゃうねこれねえ。なにこれ、クニャ地蔵から声が聞こえてくる。やってけ置いてけ、マイダンセー、カリッと香ばしいナッツ、ナッツ備えよう。はい、どうぞ。プニャ地蔵をお供えするとなんかいいことあるんだっけ。あ、そう、これこれ。お、新しいフニャや。木枯らしのフルリオ。プニャ地蔵でどんどん友達が増えていくわけだ。地蔵参り。え、地蔵って他あったっけな、わかんねえ。あったら教えてみんな。また。これ何これ、あ、ワープポイントか、ラッキー。登録完了です。これです、いつでももう戻って回復とか、お買い物できるわけや。これ何ここ。風起こし。行ってこい。どっちだこれ。ほい、おう。高え、宝箱。うまし。そろそろ空賊出てくると俺思ってるよ。みんな、なにこれ。マジックアロマ。なんかやばそうだったらご飯食ったりとかもね、考えなきゃいけないからね、ほんと。で、ボス戦とかではなるべくね、回復アイテムとかも積極的に使えたらいいなと思ってますので。あれ、こっちがもしかして順路なのかな？なんか違うか。矢印からは外れてる。おお、宝箱じゃーん。ヒールハーブじゃない、三つ葉のヒールハーブだって。多分レアですねこれ。これ下って来たとこだよね多分。帰ろう。さあそろそろ空賊出てくるかな。出てくるでしょさすがに。広いとこ立ち止まる俺たち。なんだこの音は。来る、来るぞ来るぞ。何、来た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 。空賊やこいつら。もう乗ってんな。何やそれ。うわっ、捕獲ネットや。もう捕まん、早っ捕まんの。一瞬かよ。即落ちやんけ。はい。おいつら、俺たちの縄張りもに、こうも堂々入ってくるとはな。風俗ガットの名を聞いたことないか。ああすまん、なんせ遠くの国出身だもんで。ねえ。僕たちここを通らなきゃいけない理由があるんだよ。おい、アジトを偵察にしたのにしねえ。殺しまけ。そうだな、空賊の掟に従うなら領空侵犯は死刑だ。なんでだよ。おい、そんでねえぞだろ。
で、領空侵犯おかしいだろう。うるせえ、聞いてねえぞ。やっぱ殺すぞ。殺されちゃうで、どうしよう。待って、それじゃ、あばよ。こらー、おー、誰誰誰。あ、女の子や。シャーティ何してんの。どちら様ですか。これヒロインですか。わかんねえ。あんたたち、お頭に無断で手柄をあげようって魂胆かい。え、何してんの。領空侵犯をする野良の連中には空挺団の賞金がかかっている。それ目当てで勝手に殺したってことになるよね。あ、そういうことなの。いや、俺はそんなつもりは。なら、こいつらはアジトに運んでボスに判断を請うべきだね。あ、そうなんだ、よかった。わかったよ、シャーティ。でも、捕まったままなのが確定なんだよね。どうしよう、これ。ねえ、どうしよう。隙を見て逃げ出さなきゃな。隙を見て逃げられればいいがな。同じこと考えとんね、やっぱ。じゃあ、こいつらを連れて先にアジトに帰ってて。私はこのままもう少し停戦。いや、お前ついてきてよ。殺されちゃうって勝手に。このところワイバーンたちの動きも気になるしね。ワイバーンとか出てくるの？怖っ。食われちゃうわ。私はシャーティ。お頭は話の分かる人だから心配しないで。本当に大丈夫？空賊でしょ。なんたって私の親父だからね。あー、まあ、そうか、ね、育ての親がこ、あの、よかったらこの子もね、あの、いい子に育ったわけだ。空賊やけどな。わからんけど、地図行くしかねえか。来ました、空賊のアジト。結構おるんやな、空賊って。村やん、これ完全。おい、こっちへ来い。はい、先生、行きます。行きません。ほら、歩け。あ、先生。はぁ、おとなしく空賊に従おう。辛いっすね。ガットーってどんな人だろうな。うん、さっきの娘は話の分かる相手だと言ってた。へえ、雰囲気いいとこだね。これが空賊のアジト。規模がでかい。アジトで不審の動きすれば、あの勇気だからな。すいません、ほんと。あ、こっちなんですか。行っていいですか、こっち。あ、さ、階段あります。降りていいですかね。あ、行けない、くそ。僕たちどうなるかな。俺たちにやましい点は何もない。堂々と胸を張れ。後ろはついてこないんだ。じゃあ適当についていくか。その端っこ危なくない、ローラーね。危ないよ、落ちるで。落ちる。ローラー危ないよ、危ないよ。なんか怖い、見てて怖いで。ガットってやつどいつだ。めっちゃおるな人。あのヒゲの人じゃないかな。あれ、どれだ。ノー、そいつらが報告にあった侵入者か。ああ、お頭に報告したいんだが、いないか。え、いや、パパいないの。こい、この人か。おい、なんだよ、おいって。え、この人。ほう、お前らか。あ、どうもっす。ガットさん、あの、パパですよね、パパ。おい、フージャの谷をうろついてたという不審者だな。なあ、事情があるんだ、話を聞いてくれ。ね、ねえ、玉神塚に行きたいだけで。ねえ、お前たちは俺たちの縄張りに入った。俺たち空賊の世界では領空侵犯は死刑だ。だから空飛んでないって。ねえ、谷底へ突き落としてやる。ねえ、骸骨鳥の餌になるがいいぜ。いや、飛んでない、捨てんだろ空。おい、待て、ここにいるのはゴロネール王国の王エヴァンだ。そんなことしたらどうなるか分かってるか。面白い冗談だな。最近、ゴロネルの王が死んで王子が後継いだというのを聞いたが、なぜそこにいる。ああ、クーデターがあった。追手を逃れて風車の谷を越える土地だったんだ。ん、確かにクーデターがそのような報告がありました。本当のことかもしれません。ほう。王様、助けてくれ。ならばここで死んでくれた方が都合がいいではないか。ゴロネルが散ったらマシな国になるだろう。ねえ、我々空賊への待遇も良くなるかもしれんしな。なんでだよ。
な。おかしらシャーティーがワイパーにさらわれた。え、やつら娘の命が惜しくばアジトを明け渡せと要求してきた。ああ、あの子か。卑怯なやつらまでしょって、アジトを明け渡せば俺たちは無防備になる。おそらくワイバーたちは俺たちを全員皆殺しだ。仕方ねえ、娘一人のためにここにいる全員犠牲するわけにはいかねえ。え、シャーティー見捨てるの。あいつだって俺の娘だ、分かってくれるはずだ。おかしらは何も言うな。じゃあ俺たちが助ける。なんで諦めるの。なんてのみんなが行かないなら僕に行かせて。シャーティーは僕が助けるよ。ね、信じてガトーさん。シャーティーは僕たちが殺されそうになったところを助けてくれた。確かにな、恩義あるもんな、あそこ。だから今度は僕が助ける。そんなことしてな、お前に何の得がある。ああ、逃げるつもりですぜ。逃げないよ、僕は逃げない。おい、何を企んでる。お前の目的は何だ。僕は決めたんだ、王になるって。みんなが笑っていられる王国を作るって。ねえ、お前は王だったんだろ。お前が殺されそうになって逃げ延びてきた。二の国は戦いに溢れ返っている。お前が王になったところで誰は笑いはしない。え、二の国って戦いばかりなの。怖いとこじゃん。やば。だったら僕は二の国を、二の国のすべての国を束ねる王になる。やばくね、天下統一するってこと。なんだと。二の国の王。大事なシーンやからフルボイスです、ここ。どんなことをしてもみんなが笑える国を作るんだ。だからこんなところで立ち止まってはいられないんだ。かっけえ。何笑うとんねん。笑いすぎやろ周り。うせえ。それで？僕がシャーティーを助けられないなら、僕に王の資格はない。殺すなりなんなりすればいい。でももし僕がシャーティーを救えたら、玉神使いの道を進むことを許してほしいんだ。それがお前の道か。なんやそれ、かっこいいこと言い出したな。うん。いいだろう。その取引。乗ったぜ。殺されるとこやったから危なかったな、マジで。で、どうすんだこれ本当に。おい、場所はどこだ。そう、囚われてる場所に心当たりは。ああ、ここから西に Y1 の巣窟と呼ばれるホア穴がある。そこか。アジト内に武器や薬を売る店もあるから利用していけ。よし、行こうか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうか。ストーリークエスト更新、シャーティーを救出せよってことです。なんとかシャーティーをね、救って頑張っていきましょう。多分パーティー入ってくれると思うからね、シャーティー。うーん、おそらくあのオーラ。ではまた次回も更新しますので、また見てください。おつぽよです。